はい、皆さんこんにちは。クリエイティブジュニアテニスアカデミーの伊藤亮平です。本日もよろしくお願いします。で、本日なんですけども、本日はちょっとこうマニアックな解説なんですけど、フォアハンド打つとき、まあ右利きの人だったらフォアハンド打つときの左手の指先の使い方、まあその手の使い方っていうところもあるんですけど、今日はちょっとその指先の使い方っていうところに少し、着目してちょっとこう解説できたらなと、思います。まあある程度テニスやってもう歴の長い人だと、もうそのこう改めて言われていうか、まあ無意識のうちに左手っていうのはちゃんと決めてると思うんですけど、この左手、特に初心者の方とかテニス始めて間もない方とかがこうフォアハンド構えた時に、ちょっとここを意識すると、少しうまく打てるっていう部分をちょっと説明したいと思うんですけど、まあ上級者、今までやってきてる方も改めて少し考えてみてもらえたら、あ、そうかもなって思えるかもしれないんですけど、この左の指のこの薬指、これ多分トップ選手見てもらったら全員みんな共通する部分があると思うんですけど、みんな指先の構え方がすごい綺麗なんですよね。で、この力を出す時のこう視点というかになるのがこの、左手の薬指なんですね。これはこう無意識にやってると思うんで、こうあんまり意識したことないと思うんですけど、まあ実はこれはちょっとこう、まあ僕のこう知り合いの、とっても権威ある、その人はスケート、プロスケートボーダーの方なんですけども、その人が、こう、スケートボードでプッシュって言って、こう、乗って、足で漕いで、こう、漕いでいくときに、こう、バランスを取っていくんですね。こう、手こうやってやらないんで、手こう構えながら走っていくんですけど、その時に、こう、アクセルするとき、力を入れると、入力するときに、この指をものすごく意識してるっていう話をちょっと聞いたときに、あ、これはテニスにすごく、共通する部分だなと思って、その人の場合はこういう指を作ってるって言ってましたね。こういう指でも、この薬指と中指を少しこう入れる、こういう感じです。人によってはこうしてる人もいるんですけど、大半の選手は、まあ僕の研究ですけど、僕の研究的にはだいたい薬指か、まあ中指、まあその両方とか、まあこういう人もいますね。こう段になってる、薬指が深く入ってて中指がその次にちょっと入っててっていう風に、こういう風な、でこれとさっきその、プロスケーターの人が言ってるこれっていうのもすごく共通する部分だなと思うんですけど、このただ自分がやってて思うのは、やっぱりこの薬指をここをしっかり決めるっていうのが結構大切かなって思いますね。そこを決めるだけで構え方って結構劇的に綺麗になると思うんですよ。そこが意識、例えば、こういう選手もいますよね。某選手。こういう選手と思います。でもこの人もやっぱり薬指が効いてる。まあ、フェデラーとかもそうですね。フェデラーも薬指が効いてる。みんな結構構えが綺麗な人っていうのは指先が結構決まってて、それを改めてちょっと意識するっていうのは、一個いいことなんじゃないかなと思うので、ちょっとこう、マニアックなところなんですけど、少し、そこについて説明させていただきます。ちょっと実際に打ちながら、まあ、こう少し僕も意識していくんですけど、まあ普段からそんなに意識しなくても結構指先が結構決まってるんで、ちょっとその指先っていうところに注目して今日の動画をちょっと見てみてください。今からフォアを数本打つんで、まあ本当にちょっと簡単な動画なんですけど、ただこれを改めてちゃんと考えて意識すると結構いいと思うんで、ちょっと指先、左の指先っていうところをちょっと見てみてください。じゃあお願いします。やっぱ僕も改めて意識して打つとすごいいいです。最初、ちょっとこう、ここに意識がいってることに少し違和感はあるんですけど、ただこれで打つと、力、マジで出ますね。まあ無意識にも結構、今ちょっとじゃあ、あんまり意識しないで。やってみますね。うん。多分意識しないでやってても、うん。やっぱり決まってますね。
ちょっと意識してやってみます。うん。やっぱりパワー出ますね。うん。パワー出ます、パワー出ます、これ。うん、この指先の使い方すごい大事です。やっぱり薬指が、そう。薬指をクッと決めるっていうところがやっぱりポイントですね。これ、あと3つぐらいお願いします。うん。ラスト2で。うん。ラストで。あ、もう一回お願いします。すいません。うん。って感じですかね。ぜひ、ちょっとこう、他の、まあ、プロの選手だったり、いろんな上手い人の左手の指先がどんな風に決まってるかっていうのを、まあ多分意識してる人は正直少ないと思います。でも、改めて意識してみるとパワーをものすごく出るっていう。だから今まで普通に無意識でやってた人も意識することによって得れるメリットもあると思いますし、今までそこに対してこう、考えたことがなかった人は逆にちゃんと意識してやってみるともうすごいしっかり決まるのと、あとやっぱりこう力がよく出ますね。ここが しっかり決まることによってこうボディバランスもしっかり取れるし、こっからこう体を反転させていくための起点にもなってくれるんで、この指結構大事だと思うんで、ぜひちょっとここに注目して皆さんも参考にしていただけたら嬉しいです。次はちょっとこれボレー、多分全球種においてこう片手でやるときっていうのは左手が結構重要になってくると思うんで、ちょっとボレーも自分自身で少しこう意識してやってみたいと思います。すいません、お願いします。やっぱりこう自然とパッと出ますよね。パッと出たときにやっぱり薬指が決まってますね。やっぱこれ大事ですね。こうバランスを取っていくっていうのに対して非常に重要だと思いますね。ボレーの時はちょっと左手の払い方がフォア打つ時とはちょっと違うんですけど、ただこの構えた時にちゃんと手が決まってるっていうのがこれすごい大事です。でやっぱりこの手ですね。僕の場合はこういう構え方ですね。こういう構え。でこれは結構比較的に多いと思いますね。ここを意識してる人は、こことやっぱりこの2つが大事ですね。中指と薬指が、はい、ラストで、うん、ちょっとスマッシュもやってみますね。ちょっとロブ上げてもらってみますか。これ全部似合いますね、やっぱり、うん、これの時もやっぱりこう決まってますね。ただ決まり方の強弱みたいなのはあるかもしれないですね。ラスト3つで、そうですね、うん、でもやっぱりはい、ラストで、うん、そうですね、やっぱり全部に言えてません。ただ、今ちょっと打ってて言ったんですけど、強弱はありますね。一番やっぱり、指を決めてんなって感じれるのはフォアハンドですね。で次が、まあ、今打った中だとボレーで、スマッシュはあんまり決まってはいるんですけど、そんなにこうフォアほどガッて決めてるなっていうほどではないですね。ただ指を意識してみるとやっぱりこうなってますね。でもこれちょっとその入り方の角度がフォアの時よりも浅いの分かりますか？フォアの時はこれぐらい入るのに対して、スマッシュの時はこれぐらい、少し入ってるぐらいですね。っていうこういう強弱はちょっと自分でやっててあるなと思うんですけど、でもやっぱり多分片手で構えて打つ動作の時にはやっぱり左手のその指先まで、指先からしっかり決めていくっていうのが結構ポイントになるかなってちょっとやってて思います。はい、ぜひ皆さんも参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとこうマニアックな回でちょっとあれなんですけど、でもぜひ
試してほしいです。これを、見た方には、ぜひ、これをすぐに明日の練習からでも、ものすごく手軽なことなんで、ただもうその場で、今この話を聞いた瞬間に、なんとなく、ベッドの上でもいいんで、こう、パッてやってみたら多分、すごくよくわかると思うんで、ぜひ、練習にも取り入れてみてください。練習の中で、フォアハンドとか構えるとき、しっかり、指先をしっかり構えるっていうところを、意識して、ちょっとやってもらえたら、何かいいと思うんで、ぜひ、やってみてください。挑戦してみてください。はい。では本日はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、いいねと、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。それではありがとうございました。